はあ、今日も一日疲れたな。お疲れ様でした、ラク様。あいつも出かけてるみたいだし、今日は部屋でゴロゴロするか。そうですね、時には部屋でゆっくり過ごすのもよろしいかと。ところで、あいつって誰ですか？そりゃあいつといえばおたまで、おい、なんで橘が俺の部屋にいるんだ？なんでって、ラク様と一緒に歩いてきて一緒に部屋へ入ったんですよ。ちゃんと後ろについて。俺だんだんお前が怖くなってきたよ。私はどんどんラク様を好きになっていきます。もう突っ込むのも面倒だな。で、お前は何しに来たんだ？それはもちろんラク様と過ごすためですけど、ついでに一つ聞いてもいいですか？ここまで勝手に入ってきといて何の確認を取る必要があるんだか。もういっそ何でも聞いてくれ。では伺いますが、この家の実印はどちらに？え？それ聞いてどうすんだよ。どうするって、実印さえ押さえてしまえばこの先何かと便利ではありませんか。ご安心ください、婚姻届以外勝手に作るつもりはありませんから。安心できるか。つうかそれ一番勝手に作っちゃいけねえ書類だから。仕方ありませんわね、せっかく来たのですし、せめてラク様のお部屋だけでも探索開始いたしましょう。こら、勝手に部屋の中を荒らすな。あ、ラク様のお布団発見です。よし、ペイ。何飛び込んでんのお前。ラク様の匂い。やめろって。あ、急に後ろから肩を掴むなんて、ラク様大胆。いいから、布団から手を離せ。坊ちゃん、お友達ですかい？お茶とお菓子を。って、あー！げ、りゅう！あら、ラク様、もう終わりですか？くわー、すいません、坊ちゃん！こんな坊ちゃんの一世一代の大舞台を、あっしなんかが邪魔しちまって！さあ、あっしのことは気にせず続きをどうぞ。ちとげお嬢ちゃんには内緒にしておきやすから。バカ、変な勘違いするんじゃねえよ。坊ちゃん、グッドラックですせ。こら、話を聞け。ではラク様、お許しが出たところで続きをどうぞ。お前もう帰れ。おっと、もうこんな時間か。明日も朝早いし、今日はこの辺にして寝るかな。おやすみなさい。なあ、楽よ、わらわは暇じゃ、一緒に遊べ。悪いが、一人で遊んでてくれ。遊べったら遊べ。ああ、さっき漫画を貸してやっただろうが。悪いけど今日約束があるんだよ。お、来たみたいだな。ちょっと行ってくから静かにしてろよ。こんにちは、ラク様。よう、橘。というわけで、一緒に参りましょう。前置きもへったくれもねえな。そんなものはいいんです、せっかくのお休みなんですから、私と遊びましょうよ。やれやれ、こいつもおたまと一緒か。ん？何の話です？いや、こっちの話だ。はあ、そうですか。まあいいですわ、とにかく早く参りましょう。外に車を待たせていますので。車って
どこに連れてく気だ？デートとかはダメだって言ったはずだが。ご心配なく、今日はデートではありませんわ。さあ、行きますわよ。なあ、いきなり腕を引っ張るなって。さあ、どうぞ。強引に連れてこられたと思ったら、お前の部屋かよ。親父さんはいねえのか？父はお仕事の関係で出かけていますわ。ですから気兼ねなくくつろいでください。女の子の部屋でくつろげって言われてもな。では5分。お帰りなさい、あなた。は？デートはダメでも遊ぶだけならよろしいのでしょ？ですから今日はおままごとをして遊びましょう。おままごと？よせよ子供じゃあるまいし、そんなこっぱつかしいことできるかって。昔はやってくれたじゃないですか。ちょっとだけ童心に帰ってみましょうよ。子供の頃はできても、この年でそれをやるのは無理があるだろう。でもやってくださらないと、いつまで経ってもラク様は帰れませんよ。そのうち父も戻ってきますし、私が泣いていたらラク様を問い詰めるかもしれませんわ。卑怯なってよ。わかったよ。その代わり親父さんが帰ってくるまでな。そしたら俺を返せよ。はい、それで十分です。くそ、ほとんど脅しに近いことしやがって。仕方ねえ、適当に付き合って早く帰らせてもらおう。では続きをしましょうか。お帰りなさい、あなた。ただいま。今日もお仕事お疲れ様でした。ご飯もお風呂も用意してますよ。おう、いつも悪いな。夫婦ですから。うわぁ、やっぱ恥ずかしすぎる。これならデートを OK してた方がよっぽどマシだったぜ。子供の頃はこの後どういうことしてましたっけ？俺に聞かれても悪いけど全然覚えてねえよ。ラク様はお父様の真似をしていませんでしたっけ？今から殴り込みじゃ、はじき持ってこいって叫んでいたのは覚えていますわ。ぎっ、よりにもよって親父の真似してたのかよ。その後二人して父に叱られましたっけ？そんなアホな真似するやつは逮捕せんといかんって。とりあえずお食事代わりに飲み物とお菓子を持ってきますね。少々お待ちください。ああ、悪いな。まあ、菓子食って話すだけならいつもと変わんねえか。改めて部屋を見ると、立花のやつすげえきちんと掃除してるよな。お、なんだあれ、ずいぶん下手くそな絵だな。ラクさんじゃなくて、あなた、飲み物を持ってきましたわよ。ささ、まずは一杯どうぞ。ああ、サンキュー。まだその設定は続いてたんだな。何をご覧になってましたの？いや、あの絵は何なのかなって。あの絵？ああ、ラク様は見覚えありません？え、俺昔あれ見てんの？全く覚えてないな。えらい画家のもんなのか？ですわね。少なくとも私にとっては
世界一素晴らしい絵かもしれませんわ。へえ、あれがね、橘ってああいう絵が好きなのか。俺には下手くそな落書きにしか見えねえけど、よくわかんねえもんだな。さあさあ、絵のことなどいいですから、もっと私と遊びましょう。先ほど父から連絡があって、今日は遅くなるということでしたから、いろいろあれしても大丈夫ですよ。何が大丈夫なんだよ。つうか、いつになったら帰れるんだ俺は。ゆっくりくつろいでください、あなた。ラクメ、いつまで客の対応をしておるつもりじゃ。わらわは腹が減ったぞ。今日は日曜日か。特に用事もねえし、何して過ごそうかな。気づけば部屋に荷物がいっぱいだな。いらんものがあるなら誰かにくれてやれば良いではないか。お？こんなもん渡して喜ぶもんかね。大事なのは気持ちじゃ。それと誰から送られたかじゃ。偉そうなこと言うじゃねえか。わらわは偉いからの。それで誰にあげるのじゃ。そうだな、そうだな、橘に渡したいかな。ふむ、あの警官娘か。良いのではないかの。この辺りのどれかを渡すと良いと思うぞ。どれどれ。本当に大丈夫かね。まあ、ラク様、ラク様から私を訪ねに来てくださるなんて。ついにプロポーズの決心をお固めに。嬉しいですわ。ちげえって、日頃世話になってるからこれを渡そうと思ってな。よろしいのですか。もちろんだ、そのために持ってきたんだからな。じゃあ俺帰るから。ちょっとお待ちくださいませ。せっかく来てくださったのですから、お茶の一杯でも飲んでいってください。あ、そうか。じゃあ一杯だけ。日曜日、橘の家で楽しく過ごせたな。おい、おたま、そこをどいてくれ。急がないと遅刻しちまう。遅刻など知らん。わらわは暇じゃ。楽よ、今日は一日わらわと遊べ。今度の休みに遊んでやるから我慢しろって。今度の休みっていつじゃ。どんな願いでも叶えてやるから、わらわと遊んでくれたもん。どういうダダのこね方だよ。お主が遊んでくれないのなら、わらわにも考えがあるぞ。覚悟しておけよ、楽のバカ。バカ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 。子供か、お前は。